はいどうも、ウィールの専門家、ナミヨリです。はい、ということでね、今回ね、来シーズンのね、2021-2022 シーズンのね、ユニフォームのね、導入の仕方についてね、解説していきたいと思います。はい、ということでね、以前ね、僕がね、あげたね、来シーズンのユニフォームのね、インポートしたね、選手たちをね、動画でね、紹介したと思うんですけども、あの動画結構反響あったので、まあそちらの方ね、ちょっと動画にしようということでね、今回、導入のね、仕方ね、解説していきたいと思います。はい、ということでね、早速解説していくんですが、まずですね、Twitter 開いてですね、このエデルメロさんっていうね、方を調べてください。この方がね、結構ね、来シーズンのユニフォームをね、いち早くね、作ってくださっているので、はい、この方の Twitter アカウントからダウンロードしていきたいと思います。で、この方のツイートね、下に沿ってどんどん見ていくと、はい、まあこんな感じでね、バルサのユニフォームがあったりするんですよね。まあ普通にね、ダウンロードはね、この画像を右クリックして、この名前つけて保存すれば、自分のパソコンの USB ファイルの EPS ファイルに、ね、保存すれば、ね、そのまま入りますんで。で、エデルメロさんね、他にもね、このフェネルバフチの来シーズンのユニフォームとかね、あと最近ですとアーセナルのね、ユニフォームもありますね。まあ多分ね、ほとんどね、もうこの方、来シーズンのユニフォーム、ビッグクラブのユニフォームは結構ね、開けてくれてると思うので、ホーフェイハイムとかありますね、ホーフェイハイムとかね。あとインテルのセカンドユニフォームもあるし、まあスパーズとかあるんで。なのでちょっとここからね、まあ多分皆さんね、このパソコンの中に、EPS ファイルにもユニフォームのね、データ一通り入れたと思うんで、まあこのデータをちょっとね、PS4 の方に移していきたいと思います。はい、ということでね、PS4 の画面移ってきましたので、そしたら設定からエディット入れましょう。で、インポートエクスポートですね。はい、そしたら画像データインポートを押します。はい。で、ユニフォームショーでいいですかね。ユニフォームショーで自分の挿してる USB を読み込むと。はい。で、そしたらね、その USB の中に入ってるユニフォームデータ出てくると思うんで、選択した画像インポートをして、この中にあるね、ユニフォームを選んでいきます。はい。はい、という感じで一通りね、ユニフォーム多分選び終わったと思うので、そしたら OK ですね。OK 押してインポートします。はい、インポート終了しました。はい、ということで今度はチーム設定から、先ほどね、ダウンロードしたユニフォーム、インポートしたユニフォームね、チームに反映させていきます。じゃあまずパリ選んでいきましょうか。パリでユニフォーム設定ですね。ユニフォーム設定を押して、ちょっとパリの場合もともと公式で入っちゃってるんで元のユニフォームいじれないんで、まあ、追加をしましょう。追加をして、でフィールドプレイ読んで、で4の方を選択して画像を貼るで、でユニフォームショー。はい、でそうするとね、今までインポートしたね PS4 の中に入ってるインポートしたねユニフォーム出てくると思うんで、はい、この中からパリをね選んでいきます。はい、で反映されましたね。 OK です。でこれ後ろの背番号がちょっとね、おかしなことになってるんで、これはマーキングからユニフォームネームで、まあちょっと見えやすいように白にしましょうか。白にして、でフォントもちょっと微妙なんで、これ変えてと。これあれだね、後ろのスポンサーが、ユニフォームの下にあるスポンサーがちょっと上に来ちゃってるんで、これ被らないようにしなきゃいけないんで、小さくしましょうか。ユニフォームネームの方でちょっとユニフォームネーム上にして、今回ちょっと適当ですけどね、背番号を真っ白にして、フォントもいじって、うん、まあこんな感じでいいですかね。パリめちゃくちゃいいですね、今回ね。まあ僕は昨シーズンの方が良かったですけどね。はい、ということでね、バルサこんな感じになりました。まあバルサはバルサで悪くないですけどね、ちょっと再来シーズンのユニフォームあまり評判良くないらしいですけど。はい、でね、これがね、来シーズンのチェルシーのユニフォームなんですけど、まあ悪くないですね。なんかチェルシーね、なんか昨シーズンからあまりユニフォームの評判よろしくないですけど、まあたまにはごちゃごちゃしてんのもいいんじゃないですか。まあ今回に関しては別にそんなここまでごちゃごちゃしてないですし、まあいいんじゃないですか、清潔感ってね。はい、ということでね、まあ今回来シーズンのユニフォームの導入の仕方ね、説明していきましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、来シーズンね、開幕するの8月だと思うんですけど、まあ2ヶ月前からね、もう新シーズンのね、ユニフォーム使えるのでかいと思うんでね。まあエデルメロさんのね、ツイッター見ていただければ、ほとんどのビッグクラブのユニフォーム使えますんで、まああとセカンドユニとかそこら辺がまだ全部出てきてないですけど、まあファーストユニはね、ほとんど出てきてるので、探していただければね、使えますので、それぞれ各個人でダウンロードしてね、いただければいいかなと思っております。はい。で、ユニフォームの導入の仕方についてなんか分かんないこととかあればね、まあできる範囲でね、アドバイスしたいと思いますので、はい。何か分かんないことあったらコメントをいただければ幸いです。はい、ということで僕のチャンネルではね、まあ、こういった感じで皆さんに役立つそうなね、こういう紙データの入れ方だったりね、ユニフォームの入れ方、あと最近ではね、ウィニングイレブン2022の最新情報なので、そこら辺の情報を多めに出しておりますので、そちらの情報が気になるって方はね、チャンネル登録と通知ボタンを押していただければね、すぐ次の動画見れると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。